どうも、こんばんは、NMです。さあ今回はハロウィンガチャやっていきましょう去年のじゃんさあ、お前金だし、しかもうーわ切った、これが見たくなかったんだよ俺。誰か心の傷を癒してくれ、ほんとどうでもいいよ、もう。うわ来た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 、うわ捜査官だこれ確定じゃん、ハロウィナじゃないじゃん、もうやったよかった、ハロウィナ回避した。また次回の実況で3ヶ月後お会いしましょうなんだこれ。お久しぶりです、 NM です。この動画を撮っているのは11月11日ですね。本日メンテが終わりまして、人気 UR のガシャが第1弾から第2弾に切り替わって、ラインナップがですね、輪行とうか、そしてムカデということで、まあ僕前回のハロウィンガシャから、まあ、ガシャ動画は2ヶ月3ヶ月お休みするよって言って、で、休んでるんですけど、ですね、まあそもそもなんで休んでるかっていうと、僕も1年ぐらい前かな、もう1年以上前からずっとムカデ実装の時からムカデ欲しい欲しいって狙ってるんですけど、まあ出ないと、まあ、なんで出ないかって言ったら、やっぱりその季節物とか、ムカデ以外の時のガシャに欲が出てですね、課金して引いてしまうと、でムカデの時に全力を出してない、まあそこにちょっと甘えが生じてしまったのかなという気がしてですね、12月23日の、金木と有馬の誕生日まで、石を貯めてですね、またその日に、まあ、何万円かぶち込んでムカデを狙いに行くという計画を僕の中では一応立ててたんですけど、まあムカデをね、そう狙うにはやっぱり季節物とかも入ってくると思うし、まあ、確率も低いのかなって思ってたら、この人気UR復刻ガシャが来てですね、ムカデがピックアップされたと、まあ、確率的には UR の紫ポットが見えた時点で、まあ、2分の1ですよね。まあこの動画をお届けするかどうかは分かんないんですけど、まあ、一応撮ってるんで多分いつかは出すと思うんですけど、とりあえず2ヶ月は出さないです。まあ、引けないかもしれないし、ちなみにここでムカデが引けたとしても、おそらく誕生日ガシャは引きます。なんでね、まあ今回ガシャを回すということはそういうことでですね、本来ならば12月23日に回す予定だったガシャを、それよりいいのがまず来てしまったから、今回すという状況です。いきましょう。1年以上の戦いに今回終止符を打つつもりで、やってるので、そうですね、まあ、出るまで回したいっていうのが本音なんですけど、ちょっとお金がねないんで真面目にこうね、ふざけないでね、いつもみたいにいきましょう。確か SR が1枚確定らしいんでね、今回は6連、6連を6回にちゃうわ、7回か、7回引けるんで、7回の後にもし出なければ単発に2回行こうかなと思ってます。まあ、単発2回先やってもいいんですけどね、まあ、ちょっと翡翠賞あれなんで行きましょう。まず6連から、はい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 、まあそうですね、1枚か、渋いですな。次行きましょう。紫ポットが見たいですね。220個で出ればいいんですけど、あ、待て。結構渋めですな。1枚以上入ってようぜっていう。はい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 。まあ、早くももうそろそろ6連も折り返し地点。SSR プラスが出ないっていう。まあ、なかなか。厳しくね。もしかして闇か、これ。さては闇だな、このガシャ。
わかるぞ。俺の闇ガシャセンサーが。あ、ハロウィンまでとはいかない。さすがに SSR1 枚確定だからね。ただプラスが出ねえって。お、ゴリかよ。ウイさんが欲しいな。出ないっすね。出ないな。あれおかしいな。ああ、なるほど、店長。まあでもね、まあ単発では出ないでしょう。ああ、なるほど。まあ持ってるんだけどね。単発の方いきますか。あ、結構なだね。はいはい、単発で出たら美味しいよな。だよな。まあまた1ヶ月貯めますか。はい、お疲れ様でした。待って、マイクつけるの忘れてた。本当に油断してた。気づいてよかった。キャプチャーボードのさ、キャプチャーボードのマイクの音量のさ、ゲージが上がってなかったから。え、ちょっと待って、気づいてよかった。え、マジか、よかったマジでよかった。ちょっと待って、動機が荒い、激しい動機が、心臓が出る口から、マジで、ほんと、マジか。もうさ、学校から帰ってさ、速攻伝え走って5400円さ、6000円分の iTunes カード買ってさ、220個で出なかったからさ、とりあえず、夜出かけてさ、まあ帰りコンビニで、レジにちょうど iTunes カードのバリアブルがあったから、それ、また6000円分買ってきてよかった。マジか。一投目で出ると思わなかったよ、ほんと。ありがとう。やばい。一年越しの戦いが終わった、マジで。ありがとう。しかもマイクつけ忘れるっていう最初の前置きの話なんか、してたのに。まあいいや。だってこれ夢じゃないよな、これ。しかも質属性だし、よかった。剣属性とかさ、グールで剣属性とかひなみるからどうしようかと思ったけど、よかった、質で。よかったよ、本当よかったよ。やばい、1年前の光景がもう本当にモニターに映し出されてる。ちょうど1年前、ここでガシャを回したんで、初めてグルカルのカルナバルガシャを。まあその時は10連しかなかったんだけど、死が。すげえ無駄な文字があってさ、そっから誕生日行ってさ、で、年上げて1周年、で、それでも弾けなくて。あ、やばいわ。くぅ、戦いが終わった。マジか。ありがとう。ちょっと、石60個あるんですけど、まあ、覚醒させたいんで、もう1連だけいきましょう。ですね、やばいぞこれは。マジありがとう。いやー、ほんとマジオーケー。よかったよー。1年前の俺にお疲れ様と言いたい。いや、1年前の俺が俺に、今の俺にお疲れ様と言ってきているような気がする。この動画をお届けするのは今から1ヶ月半先になると思うんですけど、どうかね、温かい目で見てあげてください。ちょっとね、30個残して
またね、これまた今ランキング来てるんですけど、レイドランキングでまたレイドが来ないって言い切れないので、なんかもう年末に向けてラッシュ始まってるような気がするんでね。おかえり。よかった。ちょっと見ておきましょうね。所持リストで目に焼き付けておこう、この光景を。ありがとうございます。今この場をもって、レベル最大に、したいと思います。レベル最大の儀式を行いたいと思います。よかった。1年前か、すごい思い出すんですよね、この1年間ムカデを追い求めてきて。時にはクリスマス、去年のクリスマス2万円課金して、出なかった。それからムカデがピックアップされるたびに引いてきたんですけど、まあ、ことごとくかわされるっていうね。集まってくる。挙句の果てにはプレミアムガシャにまで手を出す始末、欲しすぎて、まあ今考えると本当に気が狂ってんじゃねえかって思うぐらいね、間抜けなことしてたんですけど、まあでもここまで続けてこられたのもね、他のガシャ運が良かったからだと思うんですよね。まあ、夏休みガシャだったっけな、あと夏祭りガシャ、あれ両方確か10連で単発で引いたような気がするんですよね。あの平子と、あれ高槻線、浴衣高槻線をね、引いたと思うんですけど、いやーよかった。マジか、まず一発目で紫ポットが見れると思わなかったな。でもあれだな、この動画を1ヶ月半先のね、お届けできないっていうのは、なかなかあれですな。あ、ちょっと待って、しくっちゃった。限界突破だっけ。いや、でもグールの出属性、普通に嬉しいんだよな。ひなみ、俺がいつも使ってる本ひな、あれが剣属性で、あれで、この前当てた、この前って言ってもう4ヶ月ぐらい前だけど、当てた浴衣高槻戦、あれも剣属性、まあ、グールの絵属性って言ったらオールか、まあおひな様ひなみどっちもリーダーとして使わないのであれなんですよね。まあ、オールぐらいはリーダーで使おうとは思ってるんですけど、ちょっとねオールは運命じゃない、運が絡んでくるところがあるんで、まあ、なかなか、あ、よし食った、なかなか手を出しにくいですよね。面白いんですけどね、まあ、ムカデを取ったことによってまたこれから攻略の幅が広がりそう。ただ今回潜在覚醒追加されて六角させなきゃいけなくなったっていうのがね、なかなかきついんで、ぜひとも誕生日ガシャを引いてね、覚醒させたいと思います。集まって、本当にありがとう、マジ感謝の言葉しか出ないわ。帰りコンビニ寄ってよかった、本当に。まあコンビニでね、電気代とか水道代払いに行ったんですよ。でまあふとレジの脇にですね、あの iTunes カードのバリアブルがあってですね、なんか俺に持って帰ってほしそうな感じで吊るされてたんで、勝手に左手がねピッとって、すいません、6000分で、はい6000分ですね、問題なければタッチパネルの承認ボタンを押してくださいって、ピッと。よかったです本当に。まあ最後ムカデの画面で終わりますか。ありがとうございます、本当にありがとうございます。無事引くことができました。またねこれからもよろしくお願いします。というわけでお疲れ様でした。1年の戦いに主婦が打てたということで、嬉しいです。さようなら。